プロ野球においてイチロー選手のようにヒットを量産できることはチームの勝利において大切な要素となってきます。しかし不調等の理由により全く打てなくなってしまうケースもあります。今回は NPB における連続無安打記録をランキング形式でご紹介します。ボーリックはアメリカペンシルベニア州出身のパワーヒッターで、1999年、当時打力が不足していた千葉ロッテに期待の助っ人外国人として入団しました。不調により開幕は2軍スタートとなりましたが、1軍に昇格した最初の試合では来日初打席初本塁打を放つという鮮烈なデビューを飾りました。すると翌日には延長10回裏に元オリックスのウィリー・バンクスから逆転サヨナラツーランを放つなど、ボーリックが本塁打を打った試合でチームは22勝2敗1分けという圧倒的な勝率を残し、ボーリックが本塁打を打てば負けないというボーリック神話が生まれたのです。しかし神話はそう長くは続きませんでした。今まで聞こえていた快音がシーズン後半からはパッタリと聞こえなくなってしまったのです。ロッテファンたちは今日こそは打ってくれと願っていましたが、3割を超えていた打率は2割5分まで低下。気がつけば52打席連続無安打という不名誉な形でロッテのワースト記録を塗り替えてしまったのでした。ボーリックは球団在籍期間は2002年までの3年と短かったものの、2001年7月9日のロッテ対ダイエー戦で延長10回にサヨナラ逆転満塁本塁打を放ち、ボーリックナイツと呼ばれる奇跡を起こすなど、記録にも記憶にも残る選手となりました。ボーリックと同率5位は西鉄ライオンズ時代の河合康彦。1952年当時、中日ドラゴンズの経営権は名古屋鉄道が持っており、名前も名古屋ドラゴンズの時代に河合は入団しました。ドラゴンズ時代に外野手から捕手へコンバート。ドラゴンズで高卒新人捕手が一軍出場したのは長いこと河合が最後で、2019年に石橋康太が出てくるまでの67年間現れることはありませんでした。そんな捕手として優秀だった河合ですが、打撃の成績には恵まれず、プロ時代の平均打率は2割1分2厘。中日から西鉄に移籍した1959年では52打席連続無安打を記録し、その年の打率は1割8分6厘で三振は55回。しかし本塁打数はたったの2本という数字を叩き出してしまいました。基本的に8番を打つ捕手は打撃にそれほど期待はされていませんが、一発逆転の長打を狙うため三振も増えてしまう傾向が強いようです。1992年にオリックスの主砲だったブーマーウェルズが移籍。東部はオリックスがその穴を埋めるためにメジャーから輸入してきた助っ人外国人でした。日本1年目は打撃型の一塁手としてリーグ2位の打率3割0分5厘、11本塁打をマークし好調だったのですが、翌1993年は8月7日のロッテ戦から無安打が続きました。9月1日のダイエー戦では51打席無安打まで伸び、当時の野手最長だった河合康彦の52打席に迫りました。さすがに球団でもまずいとなり、次の日から約1ヶ月は2軍で調整。10月2日に1軍復帰し、同日の日本ハム戦に先発出場し、名誉挽回を狙います。しかし、第1、第2打席までヒットが出ず、53打席無安打の当時野手最長記録を更新。当時の大熊忠義打撃コーチも、もう全然ダメ、とサジを投げるほどでしたが、記録を更新したことで開き直ったのか、なんとか第3打席で安打を放って、不名誉記録をストップしました。蓋を開けてみれば、2年目は打率2割3分2厘。本塁打はたったの9本の代わりに、併殺打は14本という絶不調に終わり、ブーマーの後釜がこれではダメだということで、その年限りで退団することになりました。兵庫県出身の桜井照秀は、関西私鉄球団の戦国時代だった1967年、南海ホークスにドラフト5位で入団しました。1973年にはベストナイン賞を、そして2年連続でダイヤモンドグラブ賞を獲得し、さらに打撃面でも打率2割8分2厘で南海のリーグ優勝に貢献する活躍を見せました。リードオフマンとして打ってよし守ってよしな桜井でしたが、1977年から78年にかけて大スランプに陥ってしまいます。いくらバットを振っても快音が出ることはなく、あっという間に58打席連続無安打という悪夢が待っていました。当時の大阪球場では、桜井がアウトになるたびに、野村、なんでこんなん使うねん、
と野村克也兼任監督へのやじも激しさを増したのだそうです。スポーツ紙には何回やっても打てませんという見出しが躍り、球団自体も成績が落ち込みました。結局1978年の成績は打率1割5分7厘という散々な結果となり、河野貴之にポジションを奪われ、一軍の試合で見ることも徐々に減ってしまいました。ここからは番外編として無安打記録投手編を少しご紹介します。1954年、今の横浜 DeNA ベイスターズが幼少ロビンスから大洋ホエールズへと改称した年に大石は入団しました。1年目から1軍投手として活躍を期待されていましたが、当時の大洋は万年最下位で投打ともに他球団に遅れを取っていました。大石もなんとか打撃でも貢献しようとしますが、結果は虚しく、1955年から57打席連続無安打。当時特に巨人との相性は最悪だったそうで、1955年から59年まで巨人に17連敗という辛酸を舐めさせられ、シーズン終了時 61.5 ゲーム差は今でも NPB 記録となっています。佐々木耕一郎は1960年代後半から1970年代前半にかけての近鉄バファローズにおいて、鈴木啓司、聖俊彦とともに主力投手の一人として活躍したアンダースローの技巧派選手です。もともと太陽ホエールズにいたのですが、入団した同じ年に佐々木吉郎も入団。佐々木は二人もいらないという、まるでザ・ボスのような理由でクビになったため近鉄に入団しました。1963年から近鉄選手としてマウンドに立ち、キレのあるスライダーとシュートを武器に活躍。しかし打撃は空っきしで、1966年には59打席連続無安打を記録しました。佐賀健志郎は社会人投手としての実力を買われて、1960年に日ハムの前身東映フライヤーズに入団しました。1964年には21勝を挙げ、土橋正幸、尾崎幸雄と並んでフライヤーズの20勝投手として期待に応えました。しかしバットの方はいくら振っても全く当たることはなく、1964年3月31日から9月17日のシーズン終了までの77打席全てが無安打。ただでさえ NPB 記録なのに、次のシーズンになっても記録は増え続け、1965年8月19日にヒットが出るまで無安打記録は90打席とぶっちぎりの数字になりました。この1年5ヶ月続いた大記録に終止符が打たれた瞬間、試合があった後楽園球場の記録席では大きな歓声が沸き起こったというエピソードがあったそうです。ネット上の評価では、日本プロ野球では数少ない守備だけで成功した選手と言われている岡田義文。岡田は身体能力が非常に高く、50メートル5秒6の超俊足が最大の武器。2011年には開幕から1番センターに固定され、ロッテの切り込み隊長として活躍。ファンが目を見張ったのは、その恐ろしく広い守備範囲でした。その広い守備範囲はエリア66と呼ばれ、波の選手には到底取れないような打球を捕球されると、残念、そこは岡田だとファンからは言われるようになり、守備に関して絶大な信頼を得たのでした。その年、岡田はリーグ新記録となる外野手のシーズン連続守備機会無失策359を自立したことにより、ゴールデングラブ賞を獲得するなど一躍看板選手へ。一方、打撃の方はというと、プロ入り以来本塁打がなく、2014年には初打席以来1773打席連続本塁打なしの新記録を達成し、2018年に現役を引退するまでの全2501打席で一本も本塁打を打つことはありませんでした。また安打は2016年10月4日本拠地の楽天戦での第4打席、美馬学から3塁打を打ったのを最後に、2016年4打席、2017年40打席、2018年13打席とヒットを打てず、2018年7月に57打席連続無安打で2軍落ち、そのまま引退を発表しました。そして迎えた9月の引退試合では、1、2打席目もヒットならずで59打席連続無安打の NPB 記録を樹立。しかしその後3打席は3安打を放ち、有終の美を飾り、惜しまれながらユニフォームを脱ぎました。2020年のドラフトでソフトバンク、オリックス、ジャイアンツ、阪神の4球団が競合するほど欲しがった大型新人の佐藤輝明が第1位。
佐藤についてご存知の方も多いとは思いますが、2021年シーズンの彼ほど明と暗がくっきり分かれた選手はいないと言えるでしょう。オープン戦では新人新記録となる6本塁打を放ち、早速その存在をアピールしました。プロ野球屈指のスラッガーである柳田悠岐や山川穂高をも唸らせる長打力を武器に本塁打を量産。4月には月間最多本塁打記録に並び、5月の西武戦では1試合3本塁打を記録するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで阪神打線を支えます。前半戦だけで20本塁打とし、セリーグ新人王最有力と言われていたものの、東京五輪後に公式戦が再開されると膝の故障もあり大失速。ファン投票1位でオールスターに選ばれるも、本塁打競争の場面で空振りしていたため、この頃から調子を悪くしていたのかもしれません。8月の中日戦で安打を打って以来、本塁打はおろかヒットもゼロ。その後10月3日の中日戦でも4打数無安打で、岡田義文と並ぶ59打席連続無安打記録となりました。落合博満は佐藤の打撃についてこうコメントしています。下からバットが来ると点でボールを捕まえることになる、線で捉えてないと分析。1年目だから好きなボールを打たせていいというのは言えたと思う。日本でやるならある程度上から下に振り下ろしてこないと、と打撃フォーム修正の必要性を語りました。いかがでしたでしょうか。今回は野手の連続無安打記録をご紹介しました。世界の本塁打王の王貞治も高卒1年目は三振ばかりでしたが、その後球史に名を残す名バッターになっているので、佐藤選手の今後の活躍に期待したいですね。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。